こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。本日も日本プロ野球界の最新情報をお届けします。昨年の新人シーズンで注目された村松海人選手は中日ドラゴンズにおいて有望な若手選手として活躍しています。今年の秋季キャンプとオープン戦を通じて村松選手はその才能を見せつけ、ショートのポジションをめぐる激しい競争に参加。期待が高まる中、多くのファンや評論家が彼の開幕スタメン入りを予想していました。しかしシーズンが開幕してみると驚くべきことに、村松選手はスタメンを勝ち取ることができませんでした。さらに彼よりも周期成績が劣るロドリゲス選手が選ばれたために、ファンの間には疑問と不満の声が広がることに。この状況から一部では村松選手が干されているとの憶測も飛び交っていました。一体なぜ村松選手は好成績にもかかわらず開幕スタメンに選ばれなかったのでしょうか。村松選手の経歴。小学2年生の時に野球の道を歩み始めた村松海人選手は、中学では硬式野球のクラブチーム島田ボーイズで腕を磨きました。その後静岡県立静岡高等学校に進学。高校1年の秋からショートとしてレギュラーを務めるようになります。この地位を確固たるものとして一番打者としての役割を果たし、高校2年の春には甲子園の舞台に立ちました。さらに3年生の春には第90回記念選抜高等学校野球大会に出場し、初戦での2安打を含む活躍でチームを勝利に導きます。高校卒業後、村松選手は明治大学へと進学。大学では主にセカンドとして活躍し、3年生の春には打率3割6分6厘を記録し、リーグ3位に輝きます。この成績が評価され、セカンド部門でベスト9に選ばれました。また同年の冬にはチームのキャプテンを務めることになります。大学4年生の春には右膝の半月板を損傷し、手術を余儀なくされましたが、その後の復帰戦で見事なパフォーマンスを見せ、秋には1番打者として明治神宮野球大会で優勝に大きく貢献しました。村松選手のこれらの実績はプロのスカウトの目に留まり、中日ドラゴンズからプロ野球ドラフト会議で2位指名を受けることとなりました。期待を寄せられたルーキーイヤーは秋季キャンプから1軍に抜擢されるなど注目されるスタートを切りました。ところがオープン戦では打率3割7分5厘を記録する活躍を見せたものの、開幕直前に右膝を痛め、残念ながら新人開幕スタメンの座を逃してしまいます。その後4月28日に待望の1軍昇格を果たし、この日の横浜戦で6番セカンドとして先発出場しプロデビューを飾ります。この試合の5回には今永翔太選手から鮮やかな2塁打を放ち、プロ初安打をマークしました。5月14日の東京ヤクルトスワローズ戦では8回のノーアウト満塁のチャンスで小川康弘選手から見事なプロ初本塁打を満塁ホームランで飾ります。これは江藤慎一さん以来64年ぶりの新人による満塁本塁打で、球団史上初の快挙となりました。5月27日の横浜戦では9回2アウト2塁の同点の場面で三島和樹選手から内野安打を放ち、二塁ランナーの伊藤浩介選手が本塁を駆け抜け、プロ初のサヨナラヒットを記録。さらに6月2日のオリックスバファローズ戦では延長11回2アウト満塁の場面でジェイコブ・ワゲスパック選手からライト前ヒットを放ち、自身2度目のサヨナラヒットを決めました。これは中日では1リーグ制の杉山悟さん以来75年ぶり2人目の記録となります。シーズン中には一時的な登録抹消を経験しましたが、9月20日には再び1軍に合流。
最終的に1軍で98試合で出場し、打率2割7厘。ホームラン1、打点20を記録しました。数字上では大きな成果を上げるには至りませんでしたが、クリティカルな場面での勝負強さを見せ、将来への大きな期待を抱かせるシーズンとなりました。熾烈なレギュラー争い。村松海人選手は今季開幕前からその多彩な能力をフルに発揮し、二遊間のレギュラー争いで大きくアピールしました。立浪監督が二遊間は白紙からスタートと公言する中で、村松選手はその柔軟性を生かし、セカンドとショートの両方を守れることから大きな期待を集めます。特に印象的だったのは3月5日のオリックスとのオープン戦での活躍です。代打で途中出場し、2安打4打点を記録。7回の2点を追う場面でのレフト前ヒット、そして8回の走者一掃三塁打は彼の打撃の冴えを見せつけました。これにより SNS 上では、開幕セカンドが最有力といった声や、開幕戦で見たいとの期待が寄せられ、立浪監督からも少ないチャンスで打ってくれる選手は非常に重要と高評価を受けました。オープン戦全体で見ても、村松選手は17試合に出場し、打率2割8分6厘、打点5と安定した成績を収めています。そのため開幕スタメン入りが期待されましたが、意外な形で立浪監督の選択が示されました。開幕スタメンには新外国人で育成から支配下になったばかりのロドリゲス選手がショート、そして昨年怪我で全休していた田中選手がセカンドで選ばれました。この決定にファンからは批判が殺到することに。案の定、ロドリゲス選手は開幕戦で複数のミスを犯し、結果としてチームは敗れ、村松選手の起用を望む声がさらに高まりました。オープン戦の戦績は申し分ないほど活躍したのに、使われることなくファンから干されていると言われ始めている村松選手、一体なぜ起用されなかったのでしょうか。村松選手が外された本当の理由。立浪監督がロドリゲス選手と田中選手を起用した背景には、確かに守備を重視した戦略があります。彼らが完全なレギュラーとしての役割を果たすかどうかは不確かでありながらも、守備力の高さを生かし、打撃面でも成長が見込めるという期待があるようです。村松選手の守備についてですが、 UZR は 10.2 という素晴らしい数値を記録しており、これはチームトップの成績、リーグ全体でも高く評価されている選手と同等の守備力を持っていることを示しています。この数値は彼が守備において非常に優れた能力を持っていることを証明しています。しかし村松選手、昨シーズンに若干多かったエラーや重要な場面でのミスが監督の印象に影響を与えた可能性があります。それにより監督がオープン戦で示した身体能力が優れていると判断したロドリゲス選手をショートで起用するという選択をしたのでしょう。しかしながら、この選択が開幕戦で裏目に出てしまったことはファンや評論家からも指摘されています。立浪監督は選手の成長を促すために一定の我慢をして使い続ける方針を持っているようですが、村松選手のようにすでに一定の守備と打撃の成績を持つ選手がいる中で、未熟な新人を重用することに一部から疑問の声が上がっています。特に村松選手がヤクルト戦での途中出場で2打数2安打を記録し、ショートでのファインプレーを見せた事例は彼の技術と実力の高さを改めて証明しています。このような状況はファンの間での不満をさらに増大させ、
彼らが村松選手のさらなる起用を望む理由となりました。その後の試合で立浪監督がどのようにチーム編成を調整し村松選手をどう活用するかが注目されてきましたが、チームの成績向上に直結する重要な要素である村松選手の活躍が今後も期待されることでしょう。いかがだったでしょうか。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の最新情報をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。